今日のステージ発表1は吹奏楽のドリル演奏からスタートします。発表してくださるのは新港高等学校吹奏楽部の皆さんと富山工業高等学校吹奏楽部の皆さんです。それではお願いします。
本日はご来場いただきありがとうございますと、このような貴重な場で演奏させていただけることにとても感謝しています。と、午後からも演奏があるのでぜひ聴いていてください。掛け声や太鼓を織り交ぜたリズミカルなソーラン節で、聴いているこちらはとても心が躍りました。ありがとうございました。今日はステージ上で演奏してみていかがでしたか？はい、外部の方々の前で演奏するのはこれが初めてのことなので、すごい全員緊張していたんですけれども、本番やってみてすごくいい仕上がりになっていたと思うのでよかったと思います。見ているこちらもとても楽しくなる迫力ある演奏でした。それではもう一つ、普段はどのような練習をされているんですか？はい、今見ていただいた通り、大勢の人数で一緒に動いたり、足踏みをしたり、楽器の角度を変えたりする動きが多いので、全員で一緒に同じタイミングで取るような一緒に練習をして、しっかり揃うことができる、一致団結してすることの練習が必要なので、しっかり、はい、テンポ通りに動くなど周りと合わせることを中心に、毎日練習しています。その練習がこの統一感のある演技を生み出しているんですね。今回生で聞いてとても感動しました。本日はありがとうございました。